14年日本語を勉強してるドイツ人です。こんにちは。この前は日本語能力試験1級に合格しました。で、それをまあ、うち YouTube で活躍して、 Twitter で YouTube、活躍して、あと LinkedIn でもなんかこういろいろいろんなところこうやってるんですけど、 LinkedIn でまあ、仕事向きの、ソーシャルネットワークなんですけれども、日本はまだそこまで知られてないんだけど、まあ、すごいおすすめです。でそこでそのなんかこう勉強して、それでこういう書類に合格しましたよっていうのを書いたら、それがね、バイラルになったんですよ。急になんか、20万人がうちのポストを見てくれてて、8000人ぐらいがなんかいいねをして、急になんか700人ぐらいがコメントしてくれたので、なんかすっごい驚いたんですよ。いつもこう YouTube やると、まあ、伸びてるのはすごい嬉しいんですけど、ドイツ語ってすごい狭いニーズなんじゃないですか。こう日本人でドイツ語勉強する人は多分そこまで多くはないと。でもLinkedIn でその日本語について何かこう情報を与えたら、それがすっごい大きくなるのは私が驚きました。でその中で、まあ、どういうコメントが多かったかっていうと、一番最初は、まあ、もちろん日本人からおめでとうと、あと外国人からコングラティレーションズと、まあ、ドイツ人だったらアレスクーテみたいなコメントは多かったんだけど、でもそれだけじゃなくて、中にはですね、何か私の息子も今日本にすごい興味あって日本語勉強したいんだけど、どこから始まればいいかとか、何人からかこうメッセージ来て、ぜひ日本語教えてほしいと。で、このね、日本人の教師が日本語を教えると、それもそれでね、いいことはたくさんあるんですよ。ネイティブの方から、発音は学びやすいんですよ、発音。でも、例えば文法とか、あと読解力は、いや、なんかその文法の説明に関しては、どっちかっていうと、初級、全く日本語わからない人は、それで、日本語で、説明聞かれても理解できないんですよ。で、子供はそれでいいかもしれないけど、大人になると、その文法のルールを、まあ、理解してっていうのがあるかもしれないので、だからその文法に関しては、ネイティブじゃない人が説明すると、まあ、良いかもしれない。だから、うちもいつも日本人でドイツ語を勉強したい人におすすめしてるのは、まあ、ドイツ語の教科書の方が多分会話とかあと発音には、まあ、向いてると思うんだけれども、文法を勉強したかったら、それまず日本の出版社のドイツの文法についての本を買った方がいいんですよ。でそうすると理解しやすいんですよ。で文法を早く理解した方が課題も解けやすくって、でそうすると、まあ、違う部分に時間をかけることはできるんだけど、だからそのすごい面白いのは、そのドイツ語だろうが日本語だろうが、その語学を学ぶにはスキルは必要なんですよ。でうちすごい思ったのは、一番最初当然英語を勉強して、その後、まあ、少しの間フランス語を勉強して、で日本に留学をして日本語を学んで、で結局うちはいつも英語より日本語に方に関心があったんですよ。でそうするとどうなるかっていうとね、こんな見た目してさ、日本語話せるようになるけど、英語大して喋れないんですよ。で日本だとさ、こんな見た目するとさ、英語しか話せないと思われるんじゃないですか。いつもこうね、ヘローヘローって言われて、うち正直言ってすごい辛かったのよ。別にアメリカ人じゃないのに。でもなんかね、その気持ちを変えたのが、うちもね、英語好きになったんですよ。あと英語も話せるようになったんですよ。早稲田の大学院に入ったのは英語入学なんですよ。当時日本語能力試験1級はなかったので、だからTOEIC 890点ぐらいあったんで、それで、まあ、早稲田の大学院に入れたと。でそして早稲田の大学院は外国人がたくさんいて、彼らって日本語わからないんですよ。日本人は当然うち日本語で話してたんだけど、そうすると、こう英語しか話せない人の中にいると、こう英語また話せるようになって、っていうか英語が好きになったと。でその後日本でまたこう外国人として生活すると、みんなにヘロヘロって言われても、うちがなんかこう気が楽な気分になったんですよ。毎回コスプレしてこうヘローって言われたらヘローを返したんですよ。
別にさそこまでさうちはドイツ人だからエローじゃなくてハローって言ってじゃなくて、まあ、単純その人がうちの見た目外見からしてうちが日本語わかるっていうのも知らないし観光で来てる人か住んでる人の区別もできてないから、だからそうじゃなくて向こうはうちと仲良くしたいから挨拶してるだけなんで、あそうするとまああのうん、すごい気が楽になったんですよ。だからそのなんかおじいちゃんたちにヘローヘローっつって言われてうちもヘローヘローっつって返すんだけど、一番面白いのは郵便の人なんですよ。郵便の人だとなんかそう、あとコールセンターなんだけどさ、外国人の名前言うと聞き取れないからうちもめんどくさくて時々なんか田中とかなんか適当になんか言うんですよ。だから皆さんにあの今日のメッセージはその語学っていうのはプロセスなんですよ。だからもちろん何かを14年かければそれはこうね、いい試験には合格できるかもしれん。でもその語学に関して1年以内このレベルに上げたいってそれで必死で頑張って途中で疲れたら諦めちゃうのが当然だから、そうじゃなくてあのその語学を勉強してるうちにあの好きな部分を見つけるんですよ。だから自分が昇級であのもちろん例えば私が A1 の試験に合格したいでその目的が目の前に見えてきたら勉強しやすいんですよ。でもその試験勉強ばっかりするとそれでまあ話せるにもならないし聞き取るようにもならないからモチベーションがなくなるんですよ。でモチベーションを伸びるために何をあのすればいいかっていうと、まあ、好きな部分を見つけることなんですよ。だから日本語でもそうだし、例えばうちだったら最初は日本の小説とかに興味あって、でもそうじゃなくて途中でこう日本語を読めるようになりたかった。そしたらこう例えばポケモン買ってそれを日本語でやったと。当時はねひらがなぐらいしか読めなかったんだけど、まあなんだかんだゲームやればさ頑張ればだってできるんじゃないですか。なんかそういう中でその自分が勉強しようとしてる中で好きな部分を見つけるのがポイントなんですよ。あとそのやっぱり長い目で見ることなんですよね。で、あと一番いいのは確かに友達を見つけること、まあ、友達じゃなくても例えば大人で友達じゃなくても例えば仕事を見つけることで、前ドイツ語を教えてた教え子の一人がオペラの先生で彼女すっごい発音が上手くてすごいなんか嬉しかったんだけど、こう彼女の場合はドイツのオペラの先生とちょっと仕事が関わってたのでいつもメールでやり取りをしないといけなくて、ですごい可愛かったのは毎週そのなんか向こうからのメールが来るんじゃないですか。でもうちら会うのが週1だけだから、そうすると最初向こうからメールが来て必死でドキドキして返事したいんだけど何が書いてあるのって最初こうで、そうするとうちの授業に行く前に必ずそれを読んで理解しようとして、あ、何の返事を書きたいかっていうのを考えてくれたんですよ。だから教科書で当然ドイツ語を勉強しながら、そうじゃなくて自分に直接関わってる部分を彼女は見つけたので、すごい伸びは早かったですね、モチベーションの面から見ると。だからまあ、日本語はドイツ人にとって難しい。だから日本人にとってドイツ語も難しいよ。なぜかというと言語にも違いがあって、例えば日本語だったら韓国語は勉強しやすい。でも日本人はなぜかというとずっとなんか最初から英語を勉強しないといけないのに、でそれがねすごい言語が離れてるんですよ。でドイツ語と英語が似てて、だからドイツの田舎に行ってもおばあちゃんとは多分ちょっとぐらいは英語話せると。でも日本語と英語が違いすぎて日本人にとってそれがすごい難しいのよ。だから本当になんか英語よりもむしろ韓国を勉強した方が語学が話せるんじゃないかな。だからそのさ、日本人がよく英語話したいと、まあ、いろんな人と会話できるって言うんだけど、せっかくだってそんな英語じゃなくて韓国を勉強して、そしたら飛行機2時間でだっていろんな友達にたくさん作れるからいいんじゃないのってうちは個人的に思う。だから今日のメッセージは何か語学を勉強しようと思っても1年以内で
こう話せるようになりたいっていうのは素敵な目的なんだけど、そうじゃなくてやってるうちにモチベーションをどうやってなくさないように、まあ、考えてほしいんですよ。であと個人的にすごい知りたいのが、みんながこうドイツのどういう部分に興味あってどうして勉強してるかをぜひコメントで教えてきてください。今日もありがとうございます。チュース。